小福帝各賞は、兵庫県朝五郡山東町出身の上方の落語家。所属事務所は、吉本工業。本名、金田久和。出林、ハリスの旋風。主なネタには、赤ずきんちゃん、ゴジラ対、キング各賞等がある。他に、大道芸人として、ニューヨーク、上海、オーストラリア等で賞を行った経歴を持つ。 兵庫県立洋科高等学校を卒業。話科になる以前は職を転々とする。1984年7月、六代目、小福亭昇格に入門。通常、昇格一門は、師匠と同じ小畜芸能に所属するケースが、通常であるが、各所は六代目昇格の晩年に入門したことも、あり、兄弟子である、小福亭二角のもで修行しやすいようにとの配慮も、 あって二角と同じ基地本所属となった。新人時代に震災橋筋二丁目劇場に出演していた時、落語に関心のない女子中高生に少しでも注目を浴びるために人形などの小道具を手足にはめて演じるパペット落語を考案する。1993年 ABC お笑い新人グランプリ優秀新人賞を受賞。1998年には パペット落語により、ハンガリー国際人形劇フェスティバル特別賞を受賞。同年カナダ国際コメディーフェスティバルに参加する。2000年シンガポールへ移住。パペット落語を中心に英語をはじめとして、現地の言葉で落語を演じ、海外での落語、日本文化の普及に努める。 シンガポールの日本語ラジオ放送局ハローシンガポール FM96.3 で漫談と演歌を紹介する番組を担当2003年3月第53回芸術戦勝新人賞を受賞7月より文化庁文化交流士第1号に任命される8月イギリスエジンバラフリンジフェスティバルを制覇イギリスには翌年に文化交流士として渡りロンドンを 活動拠点とする。2006年、異問活動を目的とした、特定非営利活動法人、国境なき芸能団を設立。これはトルコでの、国境なき医師団のメンバーに、心の交流なら落語家さんの方ができるのではと、言われたのがきっかけであった。2008年に活動拠点を日本に戻す。同年繁盛亭大賞創作賞を受賞。2012年1月、故郷。 兵庫県朝ご市の観光大使に任命された。2018年に開催された、六代目、昇福定昇格生誕百年祭を企画立案し、現存する一門全員をどこかで出演させる、揃い踏みを実現させた。ありがとうございます。